AFCU23 アジアカップカタール2024準々決勝日本4-2カタール日本時間25-26日 U23 サッカー日本代表の細谷正宏選手に対する明らかなラフプレーに SNS では非難の声が上がっています1対1の同点で迎えた前半37分松木久生選手のクロスに反応し ゴール前へ駆け上がる細谷選手の腹部に飛び出してきた相手茎の右足が直撃。飛び蹴りを受ける形となった細谷選手はその場にうずくまります。VAR の結果、相手茎はレッドカードで退場となりました。このラフプレーに対し、SNS では誰がどう見てもレッド、いくらキーパーでもあれはない、サッカーで飛び蹴りはない、など非難する声と。 ディングする上で通常の動き、結果的に危ないプレーだけどたまたま細谷がいちゃったことによるもの、などの声も上がっていました。